今日から始まった多度大社の上げ馬神事は700年近く続く伝統行事です。3つの地区から参加した6頭の馬が壁がなくなった新たなコースを走り、いずれも怪我なく坂を登り切りました。去年怪我をした1頭が殺処分となり、動物虐待との批判が集まったことを受け、今年はコースの壁が撤去されるなどの改善策が取られました。坂が低くなったんで、まあ、軽く上がるなっていう、まあ、あの坂は坂で歴史として残してほしかったなみたいなところもあったし、やること自体に意義があると思うんで、あの時代とともに変わっていってもそこはいいのかなと思ってます。会場では動物愛護団体が抗議活動をする場面も見られました。